皆さんこんにちは、ビジョンクリエイターの川森昌司です。私は主にこのアニメーションの、原作を考えたり、演出や監督をしたり、それからメカニックデザインの仕事をしたりしています。その中でも自分が一番大事にしているのはオリジナリティ、まあ、本当にこの学校で鍛えられたこともあると思うんですけれども、オリジナリティをすごく大事にしています。で、今回はそのオリジナリティを生み出す多次元的発想法、まあ、何が多次元かは、見ていただいてと思うんですけれども、そんな話をしていきたいと思っています。ではまずオリジナリティとは何か、オリジナリティの話をしたらそれだけで1時間や2時間経ってしまうような内容なのですけれども、大きく分けるとこんな発明的なオリジナリティ、何もなかった新しいものを生み出すタイプ、そしてもう一つは一人一人の個性、自分らしさを生かしたパーソナリティ、それを生かしたオリジナリティ、その2つが大きくあると思います。自分のパーソナリティとしては、これ56年前に自分が生まれた、富山の山奥の、当時は日本の秘境と言われてた村です。20年ほど前に世界遺産に登録されたんですけど、ここに写ってる村のこの辺にちょっと写ってない、ちょっと離れたとこで生まれました。で、そこで3歳まで育ち、そして横浜に引っ越します。すごい山奥から出てきて、初めて見る蒸気機関車に興奮して、なんか鼻血を出してたりとか、なんかもう本当に家出じゃないんですけれども、行方不明なんでどっか行ったと思って、機関車を追っかけてどん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 行ってしまったとか、そんなことをしていました。3歳児ながらにカルチャーショックを受けて、そのカルチャーショックが自分の中のものづくりの原点になっています。まあ、初めて見るものをびっくりしてワクワクして感動する、そんな感動を伝えたい、そんな気持ちが芽生えた感じでした。まずそのオリジナリティを生み出す上での一つのポイント、それは視点を変える。よく話に出るようにこう物の見方を変えていくこと。自分の場合この視点を変えるというのはこの木登りで鍛えられました。子供の頃横浜はすごい木が多い、この学校の中も木多いですよね。もう三十数年ぶりで来るとすごい木が育ってて大きくなってて、この木に登るときに、木の上に基地を作ってたんですけれども、下から見上げると友達の姿、普段見慣れない角度ですよね。そして木に登って見下ろす、頭の上から見るその姿、普段こう二次元平面に暮らしていることが多いんですけれども、木に登って高さという三次元が加わると世界が違って見える。しかも木に登るときっていうのはリスクがありますね。滑るかもしれない、そしてこの枝の先に行ったら折れて落ちるかもしれない、そのちょっとリスクがあることによって、なんだろう、原始的な本能っていうのかな、人類がまだ猿だった頃の本能が活性化されて、すごく物の見方とかがシャープになってくる、そんなことが自分の中でもこう培われた体験になっていると思います。ではこの視点を変えるというのを実際の仕事に応用するとどうなるのか、一つ実例です。これも本当に見慣れたセロテープの台ですね。これ引っ張っても動かないようにするためにすごく安定した形をしている。じゃあこのセロテープの台を逆さまにしてみたらどうなるのか、急になんかこう不安定な感じになる、今ここですね、ここで不安定になるけど、宙に浮いてるような感じになる。そこでこういう宙に浮いてるようなイメージをモチーフにすると、例えばこんな形ができたりします。見慣れたセロテープが宇宙船に変わる、こんなのが視点を変える人の一つのポイントですね。では実際の仕事の例でいきます。三十数年前、自分が大学2年生に在学中に人間型のロボットに代わる主役メカを作る、そんなプロジェクトに参加しました。僕大学に通いながら仕事を始めていたので、もう本当ほとんど寝ない日々が続いてたんですけれども、その中で人間のロボ型のロボットっていくらでもあったんですけれども、そうじゃない、人間じゃない形の主役メカ、脇役メカだったらなんとかなるんですけど、主役メカを作ろうというプロジェクトでした。なかなかできなくて1年経ってもできません。どんなに悩んで考えてもどっかで見た形になってしまう、あとは主役にならない、もうどうにもならないので気分転換に
スキーに行きました。友達とスキーに行ったんですね。で、そうしてスキーを滑っているとき、こうやって滑りますよね。ちょっと見えにくいかもしれないけど、こう膝を曲げてスキーを滑ると。その時視点が変わるわけです。膝を曲げた形、この形のメカは今までないかもしれない。でもこの膝を曲げただけだったら、ただ人間が膝を曲げただけだと。じゃあもう一回視点を変えてみようと。前と後ろを逆にする。そうすると関節が逆向きになったメカができるんじゃないか。そうやって思いついたのがこんな形です。ついにやったなと思いました。ついにこれで人型に変わる主役メカができたと。ところがです。スポンサーに売り込みに行くと、人型じゃないから売れませんねと言われるわけです。人型じゃなきゃいらないと。すごい悔しかったです。でも悔しがってばかりもいられないので、新しいプロジェクトに取り組みました。マクロシリーズの後に主役メカになるんですけれども、じゃあ人型にしようと。でもただ人の形だとつまらないんで、飛行機から人型ロボットに変わる、そんなメカを作ろうと思ったわけです。そして学生時代、高校3年生の時にすごい絵の上手い友達がいっぱいいたので、彼と一緒に合作した漫画です。その時自分はメカニックデザインとストーリーを担当したんですけれども、まあ、ここに書いてる人たちは本当に後にプロになって漫画家になったりいろいろしてるんですけれども、この時のデザインをもとにこんな形を作っています。これまでちょっと小さいんですけど、そこからさらに大きくして本物の飛行機ぐらいのサイズにしたのがこれですね。で、この時人間の手がついているこの腕をこう前に畳んで、頭のあたりがコックピットになって、そんな形をいろいろ実験していました。で、なんとかして飛行機に近いメカを作ろうとしてたんですけど、なかなかリアリティが上がりません。そんなことやってる時にまたこう言われました。飛行機は売れないと。今までかつて飛行機が主役のメカが売れた試しがないからやめてほしいと。なんでこうなるんだろうと思うわけですね。でも否定された時こそ絶好のチャンスだと思います。なぜならば、みんなが否定するってことはみんなやらないんですね。誰もやらないってことはすごくチャンスがある。みんながやろうと飛びついてることで、その中で競争するのはすごい大変ですよね。だけども誰もやらないって言ってるんだったらやりゃいいじゃないかと。だからこそ絶好のチャンスだと思ってトライしました。その時飛行機は売れないって言われたんで、もっと飛行機に、もっと本物の飛行機に近づけてやろうと思ったわけです。そして F-14 トムキャット、有名な機体ですね、もう一回見直して研究しました。機首が短いと。さっき腕をこう前に畳んでるのに、機首が長いのでどうしても本物の飛行機っぽく見えなかった。そしてこの機体、エンジンが離れてるんですね。普通これもっと近づいたところにあるんですけども、エンジンが離れていて、この隙間に腕が畳めるとひらめいたわけです。視点が変わって、この下から見た時に、あ、ここ畳めんじゃんと。そのおかげで1年以上かかってなかなかできなかったアイデアが突破され、最初に描いたのがこのスケッチです。すごい寸詰まりだか、かっこ悪いけれども、そこからもう1週間もあればここまで行きます。一旦ブレイクスルーさえしてしまえばあとは早いんですね。ただブレイクスルーするまでが時間がかかる。その時に諦めないでいけるかどうかというのがすごいポイントです。実際試作品を持ち込んだ時、飛行機は売れないと言ってたおもちゃ屋さんが突然立ち上がって、やりましょうと言ってくれました。とても嬉しい瞬間ですね。そして作ったのが、超熟要塞マクロス、自分がやっぱ在学中の時の作品ですね。一緒のスタッフたちと共同で考えた原作で物語を作ってきました。で、ベカの方は自分でもオリジナルなものができたと思うんですけれども、ストーリーにも何か画期的なオリジナリティが欲しいと思いました。その時に次元を変える、今までないタイプの解決策ができないか、それが武器ではない戦争解決です。いろんな SF 宇宙戦争ものもあるし、本物の戦争ものもあるし、だけど基本的に戦争というものに対して武力で解決する、スーパーヒーローのパワーで解決する、それは基本的には同じ次元の発想ですね。なので
戦争に対しての武力ではない、違った次元からのアプローチができないから、なので武器ではない解決というのを考え、ここに行き着きました。歌によるカルチャーショック、文化の力によって戦争を終結させる。たまたま設定上敵の異星人が文化を持たないという設定にしていたので、歌の力で相手が感動して戦争をやめる、そんなストーリーを思いつけたわけです。しかもね、勇壮な音楽ではなくてただのアイドルソングだ、宇宙戦争を止める、まあ、これならさすがに他の人もやらないだろうなと思って作りました。そしてオリジナルを生み出す時の一つの方法論として、なるべく異なる次元のものを合体して変形して変容させる。例えば SF 作品の多くでは、最近アイデアに詰まるとハイテクノロジーと神話、ものすごい古いものとものすごい新しいものを合体させた物語、これたくさん作られてますよね。そして例えば携帯電話、電話機とコンピューターとテレビモニターとカメラが合体して、そしてそれぞれだったそれぞれの機能をはるかにしのぐぐらい、ライフスタイルを変更するぐらいまでのインパクトを社会に与えています。そんな風に今までにもしあったものでも全く違う組み合わせができたらば、新しいものが生まれる可能性は秘められているわけです。そんな時、物事を作る上でもこう感じる力とか問いを生み出す力というのがすごい大切になります。何しろまず何か見て感動しないことには始まらない。それから問いを生み出すということ、これは誰かが問いかけた問いに対して、問題に対して答えを出すということではありません。テストの問題、先生が考えてたとしたら先生は答えを知っています。ゲームのやる場合、もし攻略法があるのであれば、ゲームを作った人がどうやって解けばいいかを知っているわけです。誰かが回答を知っているものにどれだけ答えても、そこには決してオリジナリティは生まれません。まだ問題がないところ、問題が存在してないと思うところから謎を見つけ、不思議なことを見つけ、そこに何か問題があるんじゃないだろうかと、そういう問いを生み出す力がとても大事だと思うわけです。その問いを生み出す力を養うために一つの方法論があります。立脚点を変える。さっき視点を変えると言ったのは、自分がここにいてこうやって物の見方、方向を変えることですね。でも立脚点を変えるというのはもう少し変わっていて、自分今ここでスピーカーとして話してますけれども、この段を降りてこの席に座って観客として聞く。さっきまで聞いててすごい面白かったです。皆さんの話とても刺激的でした。立場を全部変えて、普段の自分じゃない立場に変えること、これが立脚点を変えるということです。役者のトレーニングとかで、いつもの自分を守ったままいろいろ考えてこんな風に動くんじゃないかと思って芝居をするタイプ、それとは逆にもう役になりきっちゃって何も考えないでできる、その役になりきるという方がこの立脚点を変えるということの感覚に近いと思います。例えば日本を離れて日本の価値観とは全然違う国に行く、そこの価値観を否定するのではなく戸惑うだけではなく、そこの国の人になったつもりで感じてみる。例えば自分、これ簡単な話ですけど、インドに行った時にこうカレーを食べる時、手で食べるんですね。手でこうぐちゃぐちゃ混ぜて、最初ちょっと気持ち悪いんですけど、しばらく慣れてくると味が分かるようになってくるんです。触った瞬間に、おこれちょっとピリッとくるけど、これ今日いいなと、これうまいんじゃないかとか、その時気づくんですね。手がすごいセンサーだったと、忘れていた感覚を思い出すわけです。そんな風に普段の自分をちょっと抜け出して変わったことを体験してみる。そういうことによって、例えば異文化を理解したり他者を理解したり、そういうことにもなるし、普段の自分の考えを変えることによって新しいものの見方、新しい考え方が生まれやすくなる。これは自分の出身校である普通部の生徒たちに、この視点を変えたり多次元的な発想法のワークショップを行っている光景です。
これ分かりますか？みんなで木になっているところです。樹木の木ですね。自分たちが木になって人間ではなく自分が木だとしたら何を感じるのか、世界をどう見るのか。よく言われる環境問題、人間の立場で環境を見るのではなく、自分が伐採されている木だとしたら、自分が住みかを奪われている動物だとしたら何を感じるのか。そうなった時にそれは環境問題ではなく自分の問題に変わります。そんな風に立脚点を変えていくことができたらば、いろいろな新しい発想、新しい生き方が生まれてくるのではないでしょうか。本当にいつも生活している普段の生活、ここから一歩踏み出すこと、それにはお金もいらないし何のデバイスもいらない。自分の体と自分の心があれば、その代わりちょっとだけ普段の生活を離れる勇気、それが必要になります。それは人から否定され、そんなのおかしいと言われるかもしれない、空気読めないと言われるかもしれない。だけどもそこからわずかでも一歩踏み出したとき、新しい世界が広がってくる。そんなみんな一人一人が自分自身のオリジナリティを生み出して世界と関わっていく、そんな時代が来ることを心から望んでいます。今日は本当にありがとうございました。